こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。私たちは、私は龍神さんと申します。こちらの方は、龍光さんです。これから私たち、ベトナムの説明させていただきます。ベトナム、最初はベトナムの基本像ですね。ベトナムは、東南アジアの国です。ベトナムの形は、長細です。S 形という、形です。S を書けば、ベトナムの形を大体書けます。ベトナムの面積は、329,241km/km。日本に比べて約 90% ですね。ベトナムの人口は2014年に約1億人になりました。ベトナムの人口は世界で何番目、1位は何番目は皆さん知ってますか？12番目です。12番目です。ちっちゃい国なのに、はい。これベトナムの形です。S という海岸は全部 S という形で、S を書けば、これちょっと、こういう形ですね。これ一番細いところですね。で、首都はハノイ。ここです。ここハノイ。一番大きな、町は、ホーチミン。ホーチミン市、ここにあります。島。忘れないでね。ベトナムの島が3つあります。ここはファンサーという、集まる島のところですね。ここはツンサーというところ。ここはここ料理がとても美味しいです。魚と料理。ここ。なぜ私のチームはドラゴンベトナムの名前になりましたか？こういう形はドラゴンをかけます。ここは玉ですね。今後玉です。ベトナムドラゴンベトナムです。今ベトナムの経済は、アジアに、円筒のドラゴンにどんどん経済によくなりますから、ドラゴンベトナムのという名前についてあります。ベトナムの特徴は、北と南は、文化といろんなことは、分別しています。違いところが多いです。これから、龍光さんは説明してもらえますか？どうぞ。ベトナムは海運さんによって南北が分かれています。ほぼで1年間の間して、春、夏、秋、冬が分かれていて、ていますとともに、南方は雨季と寒季が分かれています。雨が多いと雨が少ない天候です。南方は、北方は一番有名な料理はベトナムフォーでしょう。フォーでしょう。とともに、南方っていろいろな熱帯果物があります。例えばドリアとバイナスなどいろいろあります。その中で
館内はベトナムの首都としてみんなに、知られています。館はベトナムのいろいろな炭鉱があります。炭鉱。あ、次使ってますね。炭鉱。炭鉱あります。そして、台北はベトナムの北方で一番大きい港です。金山は一番ベトナムの一番古い都市。この中で王様の墓と像土器があります。そして市民市さっき言って、一番ベトナム一番大きい都市です。実はベトナムは本当に美しい国家。そんな短い時間で全部詳しく言えない。みんな自分で見に行くというのと自分に見に行くのを望んでいます。ありがとうございました。